はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、前回に引き続きなんですけれども、追加で買いました色紙アートボックス。はい、こちらね、また、10パック入ってます。今回はね、1個ずつ取って切って、出してってコンプした時点でやめたいと思います。なのであと6周、前回は10周出たんで、全16周なんであと6周出たら、そこでやめるっていう感じで、手前からね、こうまた1個ずつやっていきたいと思います。よし、いくぜ、いこうか。よし、いきます。せーの。あ、違うんだよな、持ってないんだけど、これはね、特別仕様があるんですよ。あ、特別仕様じゃない、ノーマルの方だな。あ、でもまあ持ってないからね。これの特別仕様か、どんなんだろう。ドラゴンボールスーパーその12。はい、いやマジか。ちょっとこれはまあダブらないだけ採石いいかな。うわ、特別仕様出るかな。なんか先にノーマル出ちゃったな。なんかノーマル出ちゃったから出るかな。はい、では2枚目いくぜ。持ってないやつ特別仕様、せーの。あ、持ってないね、持ってない。よしよし、持ってないぞ。悟空とピッコロ、ドラゴンボール無印その6。いいね、おなじみのこのイラスト。はい、よしよし、いいぞ。あと4種だ、あと4種、4種でコンプ、4種でコンプ。よし、3枚目、いくぜ。せーの。お、持ってないね、持ってない。よしよしよし。ご飯対セール、いや、このご飯かっこいいよね。この頃のご飯が一番かっこいいよね。少年期のご飯。ドラゴンボール Z その9。いや、いいね、スーパーサイジン2のご飯が一番かっこいい。よしよし、あと3種でコンプだぜ。特別仕様が来るかどうかだな。ではいきます。4枚目、せーの。おお、あと1人。おお、来た。持ってないよ、持ってない。しかも白押し、うわ、かっこいい。悟空スーパーサイヤン4その15。うわ、かっこいい。いや、かっこいいな。いや、いいね、白押しはやっぱいいね。おお、すげえ、今んとこかぶってねえな。4枚でしょ、14、あと2周だよ、あと2周。このまま来てくれ、あと2周。5枚目、いきます。せーの。あ、持ってないね、持ってない。よしよしよし、パラガス劇場版ですね、劇場版その3。パラガス、俺あと1周、あと1周で、あと1周何が出てへんだ。あ、これ、あれ、あ、そっか、これを合わせたら全17種なのか。で、持ってないの、このコジータの金の箱押し、これまだ出てないね。と、あとこれか、特別仕様の2種、これでコンプだな。ちょっと出てくれるのかな。これが箱推しでしたらベスト。
れが10、これが6枚目か。ちょっとチラシでいく？チラシ。ちょっとチラってみてね。チラってみて、白だったらパーンって出しちゃうから。あ、違うね。白じゃねえな。なんだこれ。ちょっと待って、これも持ってねえな。あれ、ゴッドだな。その1。あれ、これで1、2、3、4、5、6。あれ16周。あれ、ゴジータ出たっけ。前回ゴジータ出ましたっけ。あ、出たんだすげえ記憶力が全然ねえわ。ゴジータで、あ、白は大丈夫、コンプしてんだ。で、今のでノーマルコンプ。これちょっと待って、これ順番的に言ったら、これちょっとこの1枚もしかしたら特別仕様じゃないの。これ違かったらもう多分出ないよね、順番的に。ちょっと待って、どんな感じの仕様なんだろう。ちょっとまたチラシでいくぜ。多分箱押しなんだよね。箱押しだから金ピカピンだったらパン出しちゃおうか。あ、違うなこれ。うわ、あ、違う。あー、ダブった。ここに来てダブったってことはもうあかんのちゃうかな。ダブりましたね。いや、マジか。ついにダブっちゃったな。うわー、ちょっと雲行きが怪しくなってまいりました。やべえ。これでよし、またチラシで白だったらパン出すパターンで。あ、ちょっと待って、あ、違うすげえピカピカ光ってると思ったら、ここの文字だったアホやよし、あ、ちょっと白出てますね。ちょっと待って、白出てるけどさ、もうすでに黒髪の時点でさ、もうこれベジータやろあ、ちょっと待って、マジでやべえ。ちょっと待ってよ、かぶってきたよ。もう出ないなこれ。うわぁ、2ボックス目ももう9枚目ですよ。いやー、これちょっと待って、出ねえパターンじゃねえ。うわ、マジか。あー、ちょっと白ないね。あー、白じゃない。はい。あー、ちょっと待って、マジちょっとやべえ。ラスト1個。あ、これでもう悪がしらみで見えなかったらもう終わりですね。コンプならずって感じ。頼む、悪でやってくれ。悪であれ、悪であれ、悪じゃない、白じゃない、白じゃない、あー、くっそ。